だから、ビジュアル戦隊バンドマンは改造バンドマンである。彼を改造したデビューレコーズ株式会社の社長クッソメンは、悪の音楽で世界征服を企んでいる悪の秘密と知り合う。バンドマンは密かにメンバーを募集しながら悪の音楽と戦い続けているのである。まったくバンドメンめ、我々の計画を邪魔ばかりしよって。大体戦隊なのに一人ってどういうことなんだ。バカバンドメンのバカバカバカバンドメンバカバンドメンバカバカ。だが次の作戦はすでに考えてある。見ていろバンドメンめ、我々の計画の前に恐れひれ伏すがいいわ。ダハハ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 ハ。こんにちは。おやさん、こいつ今度俺たちと組むことになった水木って言うんだ。はじめまして、水木って言います。よろしくお願いします。お、よろしくな。そんな緊張しないで、まあ楽にしな。はい。まあ緊張するのも無理ないよな。あの伝説のバンドマンを前にしているのだからな。よせ、昔の話。謙遜しないでくださいよ。俺らどんなに頑張っても親さんの音は出せませんよ。そうなんだよな、あの音だけは絶対出せないんだよな。ねえ親さん、どこのメーカーの楽器か教えてくださいよ。秘密だ、あれはちょっと特別だしな。せ、水木、楽器はどこの使ってんだ。はい、中古で買った初心者シリーズなんですけど、結構使い込んでてもうボロボロなんです。でもなかなか捨てられなくて。おお、そうか。おやさん、俺新しいギター買ったんですよ。この新しいギターで今度こそおやさんを超えてみせます。まあ頑張ってみろ。無理だろうけどな。どうした、店出てから元気ないな。いえ、そんなことないっすよ。伝説のあの人に会ってちょっと緊張が途切れただけで。そっか。まあまた何かあったら言ってくれよ、力になっから。はい、お願いします。それより今日のライブ頼むぜ。はい。この気配間違いない。ちょっと用事を思い出した、先に会場に行っててくれ。すぐ追いつくからよ。誰か助けてくれ。
そこなんや。はっ。大丈夫ですか。さあ逃げて。はい。罪のない人々を襲う亡者たちめ、許さん。変身。チェキは1枚500円。はい、チーズ。ビジュアル戦隊バンドメン。バカ言ってんじゃないよ。作戦開始だ。じゃ、またな。はい、お疲れ様でした。はあ、せっかく同じステージに立ってるのに俺だけ古くてボロいやつじゃな。バイトでもすっかな。あ、すいません。すいません、失礼します。女神だ。おう、瑞希、どうしたんだ。ああ、そう、瑞希、深呼吸。俺、好きな人ができたっす。なに。それで、どんな人だったんだよ、その好きになったって人は。いや、それがですね、偶然あったんですけど、すんげー美人で、もう可憐だったんですよ。へえ。それで連絡先とか交換したの。いや、それが恥ずかしい話で、いや、見惚れちゃって何も聞けなかったんですよね。一目惚れか。俺にもそんな時代だったな。はあ、あれから結局全然見つからないし、偶然この辺に来てた人なのかな。会いたいな。あの、よかった、やっと会えた。あの時からずっと探してたんですよ。さあ、探してた俺を。これ、読んでください。恥ずかしいんで、誰にも見せないでくださいね。連絡くださいね。
奴らの気配がしたと思ったんだが。瑞希、こんなところに何してんだ。いや、その木村さん、ちょっと、そういえばこの辺で怪しい奴見かけなかったか。怪しい奴っすか。いや、そんな人は。ところでお前、ずいぶん嬉しそうだけど、なんかいいことでもあったのか。いや、そうなんですよ。いや、運命の出会いって本当にあるんですね。この前話した一目惚れの彼女に出会ったんですよ。それも相手も俺のこと探してたみたいで。悪い瑞希、その話また今度ゆっくり聞かせてくれ。何かを企んでいるな。一体何をしようとしている。ふん、いずれわかる。だが邪魔はしないでもらおう。そうはいっか。警告したぞ。それでも邪魔をするようなら、今度はお前の命がないと思え。命が惜しくて、お前らを放っておくわけないだろう。必ず突き止めてやる。お前、さっきからずっと携帯いじって何やってんだよ。お前、これはやりすぎだろうよ。でも、全然連絡つかないんですよ。すごい忙しくて、もしかしたらメールとか受信履歴とかすぐ流れちゃってるのかもしれないし。あいつちょっとヤバいんじゃないの。もしかしてやつらが絡んでんじゃないだろうな。やつらが何かを企んでいるのは分かっているんです。ただそれがこのことと関係しているかはまだ。だが気をつけろよ。やつらはいつどこで動き出すか分からんからな。はい。どうした瑞希。変身。
580円。二人の時間を誰も邪魔できない。店員の目が気になるけど君のことを知りたい。愛を浮かべたい。君が好きだから、世界一好きだから、ドリンクバー一緒に行きたいんだが、今日は楽しかった、ありがとう。いや、俺も楽しかったよ。ねえ、お金に困ったりしてない？え？生活苦しいんじゃないかと思って。いやいや、そんなことないよ。これ使って。何これ？夢を追っかけてる人を応援したいの。だから気にしないで。じゃあまたね。夢を追いかけて頑張ってる人を応援したいの。だから気にしないで。もうじゃたちよ、計画は順調に進行しているな。だが今回バンド名を、あの憎きバンド名を倒すためにさらに強力な助っ人を用意した。先ほど契約の書類にもサインしてきたところだ。これを見ろ。我々は千葉県木更津市に潜む悪の帝国、海底帝国ザブーンさんと提携を結ぶことに成功したのだ。海底帝国ザブーンさんはテレビにも出ていた有名な悪の帝国なんだぞ。毎週土曜朝7時半には千葉県中の子供たちを恐れおののかせたというあの海底帝国ザブーンさんだ。そして自分たちが主役の DVD まで作って普及活動も行っているあの海底帝国ザブーンさんだ。そんな彼らと業務提携を結ぶことに成功した。そこでだ、先方から派遣されるという深海獣を選んでもらいたいと言われてな。あ、深海獣っていうのは海に捨てられたゴミと海の生物を融合させた、それはもう強い怪人のことなんだが、実は結構リストがあったな。まあここに用意させていただいたんだけれども、まあ例えばこれなんかどうなんだろうな。ただ予算の都合もあるしな、こっちの方がコストパフォーマンスはあると思うんだけど、もうじゃあどう思う、どれがいい？まあ予算の都合もあるし、ちょっと。行きます。お前も瑞希に呼ばれたのか。ああ、なんだお前もか。一体何の用だろうな。お待たせしました。どうしたんだ。あ、これっすか。あ、超イケてないっすか。マジバレっすよね。お前そのベースは。あ、これっすか。あ、せっかく君のさんたちと同じステージに立つんですからね、まあ、それなりの楽器でないとってマジ思ったんすよね。あのな、楽器ってのはそんな理由で。木村さん、さ、早速見ましょう。レッツゴー。木村さんも日森さんも驚いてたな。水木さん、ねえ、お金に困ってない？
一杯10万円。絶対働かねえ。いやいやいや、何があっても働かねえ。お手つきの受けたくない。もしもし、俺また金用意してくれよ。え、忙しい？お前の都合なんか聞いてねえんだよ。さっさと金持ってくれ。ああ、何もやる気しねえわ。何もしなくても金が手に入るんだもんな。シュッ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 。どうだった？ダメだ、出ない。なあ、あいつ急に羽振り良くなったじゃん。なんかヤバいところと絡んでたりしないよな？分からん。でもそれよりももっと重要なことがある。もうすぐライブだぞ。昨日も練習に来なかったし、このままじゃヤバいぞ。俺あいつを探してくる。だったら俺も。いや、入れ違いになった時のことも考えてお前ここにいてくれ。決めろ。瑞希、お前一体どうしまったんだ？あ、木村さんすか。俺もなんかいろいろやる気なくなって、いらないもの片っ端から捨ててるところですよ。お前、これ。俺どんな高いものでも買えちゃうんで、もうこんな安いもん捨てちゃってもいいっすよね。そうだよ木村さん、なんか欲しいものないっすか？何でも買ってあげますよ。お金も足りなかったら持ってこさせますよ。瑞希、開けろ。木村さん、開けろ。俺たちバンドマンにとっては楽器は体の一部なんだよ。血肉と同じなんだよ。それを捨てるってことはな、自分の首を切り落とすのと同じことなんだよ。思い出せ瑞希、お前が少ない小遣いをコツコツ貯めてバイトを続けてようやく手にした時のことを、その時のお前の夢を思い出すんだ。俺の夢？今月分。あ、ありがとうございます。完全に堕落させることができたのに、いつもいつも邪魔してくれるな、バンドメン。やはりお前らの仕業か。そうだ、人間を次々と堕落させていく計画だったのだが、残念だ。そうはいっか。変身。チキは1枚500円。はい、チーズ。ビジュアル戦隊バンドメン。こっちだ。食べ。行け！
次はお前だ。残念だが次の相手も私じゃない。お二方よろしくお願いします。なんでこいつら。お前の相手になるのはこのお二方だ。エイブーメランさんと巨人兵さんだ。毎週土曜朝7時半千葉県の子供たちを恐怖のどん底に陥れたあの海底帝国ザブーンさんを知らないのか。木更津市の PR も行っているあの海底帝国ザブーンさんを知らないのか。おまけに主演の DVD まで作ってるあの海底帝国ザブーンさんをお前は知らないのか。すごくない。 DVD まで出してるってすごくないね。すごくない。確かにすごい。だがどんな相手だろうと俺は負けない。かかってこい。それじゃあお二人さんよろしくお願いします。いけんのか俺。オーディエンスの期待を裏切るわけにはいかない。これで俺たちも安心だ。まあ人間一度や二度はこんなこともありもんさ。ひもり一度や二度どころじゃないお前が言っても説得力ないぞ。
さて、揃ったことだし、そろそろ行くか。おお。メンズ